新型コロナウイルスに感染したことを発表した俳優の石田純一、66、の公式ブログが16日に更新され、15日に発表した時系列に誤りがあることを謝罪し、追加と訂正を行った。写真、東より子、夫、石田純一の沖縄行きと感染を、深く後悔し、反省、と謝罪。入院写真も公開事務所スタッフがブログを更新し、昨日お伝えいたしました時系列に誤りがございましたので、追加も含め以下に訂正させていただきます、と発表内容に誤りがあったことを謝罪。そして、現在、入院中で石田と話すことができないため、不明な点がございますが、入院するまでの1週間をわかる範囲でお伝えさせていただきます。このような大事な情報がきちんと聞き取りできておらず、誠に申し訳ございません、とした。更新された時系列については以下の通り。4月7日、火曜日、ラジオ収録とナレーション収録4月8日、水曜日、オフ日で終日自宅で過ごす4月9日、木曜日、文化放送にて生放送出演4月10日、金曜日、仕事のため沖縄へ19時30分チルダニーニーコロン00地震のお店にて打ち合わせ4月11日、土曜日、ホテル内のレストランで朝食仕事関係者の方とゴルフへ行き、プレイ中に体がだるく感じる、テレビのゴルフ番組とは関係ございません。その後、ホテル内のレストランで夕食4月12日、日曜日、ホテル内のレストランにて朝食その後、ホテルの部屋で休息16時チルダ18コロン30地震のお店にて打ち合わせ4月13日、月曜日、ホテル内のレストランにて朝食その後、ホテル内の部屋で休息後に東京へ戻る4月11日、土曜日、以降は毎朝レストランへ入る前に検温しておりましたが、発熱や咳の症状はありませんでした。4月14日、火曜日、病院にて肺炎の傾向が見られたため入院となり、PCR 検査を受けた結果、4月15日、水曜日、に陽性と確認されました。最後に、この度、ご迷惑をおかけした関係者の皆様には、心よりお詫び申し上げます、と謝罪し、今後は関係各所の指示のもと、感染拡大防止に努めてまいります、とした。